僕はまず意気込みに無償感聞き出すというのもなんか動きでね、はい、アビー君今の意気込み表現してください。ナンバーワン、かっこいいアビー君。じゃあ絶対勝つと熊本から来たね、ロアソ君、じゃあ意気込み一言お願いします。頑張るぞ。オッケー。ありがとうございます。難しいですね、はい。じゃあぜひまずは皆さんの声援聞きましょうか。はい。どっちが勝つでしょうか。お願いします。ロアソ君。わあ、これゴブゴブですね。ゴブゴブ。アビー君とロアソ君ゴブゴブ。はい。じゃあどっちが優勝するんでしょうか。はい。ちなみにちょっと聞きましょうか、はい、あの優勝予想あの投票した方でアビー君と書いた人いますか。いない。いない。そりゃいないでしょうね。大体ギランかニーカンでしょうね。ロアッソ君って書いた人、あ、結構いる。いるんだやっぱり。ロアッソ君、ロアッソ君いたよ。アビー君いない。おー、これも勝つしかないよ。アビー君、さあどうするか。はい、じゃあ行きましょう。今子供からアビー君勝ったらみんな何もないよって言って大人の事情が出てきた。さあ今日本気でやってね、本気でやってね。さあ足を震えてる、アビー君震えてる。いや本気でやってね。じゃあギラン教授をお願いします。それでは行きましょう、決勝戦発表。残った。さあいい、いい勝負。アビーか、おーって勝ってきました。さあどっちだ。めちゃくちゃいい勝負。引っ張る、ロアソ君も引っ張る。頑張れ。さあロアソ君、さあ引っ張って引っ張って、アビー君体重かけてるぞ。あ、